アメリ・モレスモは、フランス・サンジェルマン・アンレイ出身の女子プロテニス選手。2006年の全豪オープンとウィンブルドンで優勝し、4大大会女子シングルス2勝を挙げた選手である。WTA ツアーでシングルス25勝、ダブルス3勝を挙げた。パワーテニスの代表的な選手の一人として知られ、独特な片手打ちバックハンドストロークを最大の武器にした。モレスモは4歳の時、1983年の全仏オープンでヤニック・ノアが地元選手として優勝した試合をテレビで見たことがきっかけでテニスを始めた。そのノアに見出されてテニスの技量を伸ばし、1996年に全仏オープンとウィンブルドンのジュニア女子シングルス部門で連続優勝を飾る。地元大会の全仏オープンには1995年にランキング700位台であったが、予選の主催者推薦で出場して勝ち上がり、本大会にも出場していた。1998年から世界の舞台で頭角を現し始める。1999年の全豪オープンで、モレスモは世界ランキング29位のノーシードから決勝戦まで勝ち進み、大会3連覇を目指したマルチナ・ヒンギスに2から6、3から6で敗れて準優勝となった。決勝戦の直前にヒンギスがモレスモの私生活を中傷して半分男よとコメントしたことからモレスモがレズビアンであることが発覚してしまう。全豪準優勝後の彼女は長い間好不調の波の大きい選手だったが2002年頃から世界ランキングトップ10に定着した。2004年のアテネ五輪で女子シングルスの銀メダルを獲得。決勝ではベルギー代表のジュスティーヌ・ベナンアーデンに3から6、3から6で敗れた。この後、モレスモは2004年9月13日付で、フランス人の女子テニス選手として、初めての世界ランキング1位を記録した。2005年は、年間最終戦の WTA ツアー選手権決勝で、同じフランスのマリー・ピエルスを5から7、7から6、6から4で破り、フランス人の女子テニス選手として、初めての優勝を飾った。2006年ウィンブルドン選手権にて2006年の全豪オープンでアメリ・モレスモは第3シードとして7年ぶり2度目の決勝進出を果たす。決勝戦の途中でジュスティーヌ・ベナンアーデンが棄権したため、モレスモはついに宿願の4大大会初優勝を飾った。フランス人の女子テニス選手による4大大会シングルス優勝は、2000年全仏オープンを制したマリー・ピエルス以来になる。ピエルスは1995年全豪オープンの優勝者でもあり、フランス人女性の全豪オープン制覇は11年ぶりとなった。同年のウィンブルドンで再びエナン・アーデンと決勝対決し、全仏オープン優勝者のエナンを2から6、6から3、6から4の逆転で破って初優勝。モレスモ自身にとっては4大大会の年間2冠獲得達成と同時に、フランス人の女子テニス選手として1925年のスザンヌ・ランラン以来、実に81年ぶりの優勝となった。この偉業により、モレスモは2007年にフランスのシラク大統領からレジオンドヌール勲章を授与された。2007年からモレスモのテニス成績は下降線をたどり始めた。同年の全豪オープン4回戦と全仏オープン3回戦でルーシー・サファロバに2連敗を喫した後は4大大会シングルスでベスト8以上に勝ち残れなくなった。最後のシングルス優勝は2009年2月のパリインドア大会であった。2009年全米オープン2回戦でアレクサンドラ・ウォズニアクに4から6、0から6で敗れた試合が現役最後のトーナメント出場になった。3ヶ月後の2009年12月3日、モレスモは30歳で競技生活からの引退を表明した。モレスモはダブルスでも2005年クズネツォワとは2006年6月中旬のイーストボーン大会と2009年3月末のソニー・エリクソンオープンのダブルスで優勝した。アメリ・モレスモは女子テニス国別対抗戦、フェドカップのフランス代表選手としても、1998年から現役引退の2009年まで代表を務め、シングルスでチーム歴代1位記録となる30勝9敗の成績を挙げた。彼女自身は2003年にフランスチームのフェド杯優勝に貢献した。2013年からフェドカップのフランス代表監督に就任している。2014年6月から2015年まで男子のアンティマリーのコーチも務めた。モレスモは2015年に国際テニス殿堂入りを果たした。2015年8月第一子の長男を出産した。略語の説明 W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。2004年前後の不戦敗は通算成績に含まない。ありがとうございます。